こんにちは、夏萌です。今回はアクリル絵の具でメタリックな光沢のある絵をどれだけリアルに描けるか描いてみたいと思います。普段私は、写実的な絵から抽象画までいろいろな絵を描いています。今回はタイムラプス、早送りの動画ですね。それを使って大事なポイントを3つに絞って、紹介していきたいと思います。まず1つ目は、直線がある場合は綺麗な直線を描きましょうということです。まっすぐな線なのにそれがガタガタしているとまず綺麗に見えません。まっすぐな線がある場合はもう綺麗な直線を描きましょう。そして2つ目、コントラストを少し強めに描きましょう。コントラストというのは明暗のことです。一番明るい部分は真っ白、一番暗い部分は真っ黒、そういう風に暗いところと明るいところの差を強めにつけてあげることで光沢感がより綺麗に表現できます。そして3つ目はエッジを綺麗にしましょう。エッジというのは縁のことです。2つ目のポイントのコントラストも白と黒が隣り合わせの時はその間のエッジを綺麗にはっきりと描きましょう。ポイント2つ目のコントラストについてもですが、白と黒のエッジを綺麗にしてあげることでつるっとした部分がとても綺麗に出ます。このエッジがぼやっとしてしまうとなかなかこうメタリックな光沢感っていうのが出にくいので、エッジ、縁ですね、これはしっかりと綺麗に描いてあげましょう。そして今回使う絵の具ですが、今回はシルバーのメタリックな風船のような絵を描いていきたいと思いますので、白と黒しか使いません。今回使った絵の具はこちらです。リキテックスベーシックスのアイボリーブラック、こちらと、ブリック、このアクリル絵の具のチタニアムホワイトです。このブリックっていうブランドはあまり日本に置いてないんですが、中身のテクスチャーと描き心地はリキテックスのベーシックスとあまり変わらないので、どっちもこちらで大丈夫です。この2つを使って描いていきます。そして使用している筆はこれぐらいですね。これぐらい細い筆です。こういう細かい絵とか線を描くときはこれぐらいの1ミリとか2ミリぐらいの筆を使って描いています。はい、ということで一番最初はですね、白いキャンバスに下書きを描いています。この下書きを描くときに縁の部分とか影の部分を綺麗に描いておくことで、どちらかというと塗り絵のような感覚で描けるのでとても、描きやすくなります。で、最初も周りの部分から薄い色を塗っていますね。で、その後に、真っ黒の部分を塗ってますね。コントラストを強くと言いましたが、真っ黒と真っ白の部分っていうのは2度塗りとか3度塗りぐらいしてください。白い部分、黒い部分を塗って、その間のグレーの部分、ここも綺麗にグラデーションを塗っていきます。この真っ黒と真っ白の部分はコントラストを強くと言いましたが、その都度気をつけて筆を洗ってグレーが混ざらないようにしています。今回はこの細い筆でずっと描いているんですが、同じ色で面積が広い部分などはもう少し太い筆で、早く描く時もあります。一番最後に手直しをする時はもう一度真っ黒と真っ白を、追加する感じで描いていきます。はい、ということで今回出来上がった絵がこちらです。メタリックな感じが出たんではないでしょうか。ちなみに今回は私のロゴを描いてみました。最後までいかがだったでしょうか。最初はなかなか難しくて描けないと思うかもしれませんが、最初の下書きをしっかりしてあげると塗り絵みたいな感覚で描けるので、練習すれば少しずつ上達すると思います。ということで今回はアクリル絵の具でメタリックなピカピカとした光沢のある絵をどれだけリアルに描けるか描いてみました。見ていただいてありがとうございました。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。